2 4年夏休、ジャニドラマ、天国と地獄、緊急休養で激痩せ説のメグロ棒読みの桜井賞は何位コア視聴率ベスト5。各局で最終回を迎えつつある、2024年の夏ドラマ。旧ジャニーズ系のタレントが今季も多くの作品に出演し、活躍していたが、ドラマ制作会社関係者は話す。以前は、 旧ジャニーズタレントが出演するドラマは、交渉率を狙いやすかったのですが、若者のテレビ離れがどんどん進む現在では、彼らが出るだけでは数字は取れない。当然ながら脚本が最も重要で、それ次第で、同じ旧ジャニーズタレントのドラマでも天国と地獄とも言える差が開きます。現在、テレビ界では十三歳から十九歳までの個人視聴率であるコア視聴率が、 重視されますが、今回のドラマも、それがよくわかる結果が出ています。今回は、9月1週、2日から8日のコア視聴率を基準に、旧ジャニーズが活躍した24年夏ドラマの視聴率ランキングを、見逃し配信サービス t ーバーのお気に入り登録者数、13日午後2時現在、とともにお届けする。第5位中島健と、30主演の、 所詮他人ごとですから、テレビ東京系、金曜夜8時13日終了、コア勝率0.5%、9月6日放送の第7話、TVer お気に入り登録者数40.6万人。所詮他人ごとですからは、原作佐藤新投氏、作画藤谷勝人氏、監修清水洋平氏による同名漫画、白戦者が原作の作品。 所詮他人ごとがモットーの弁護士がネットや SNS でのトラブルを解決していく姿を描くリーガルドラマである。テレビ東京は主要民放キー局に比べて視聴率が取れない局という事情があるため仕方ないところはありますよね。作品としてはネットや SNS の身近なトラブルをわかりやすく解説しているため勉強になるという声もある。 視聴者からの評判も悪くなかったのですが、制作会社関係者。第4位平成、ジャンプ山田良介、31、主演の、ビリオン×スクール、フジテレビ系役時13日終了、コア視聴率1.2%、9月6日放送の第10話、ィーバーお気に入り登録者数78.8万人。ビリスクは、 山田演じるビリオネアの主人公が高校教師になり、底辺クラスのゼロ組の生徒たちと成長していく物語。山田さんのコメディ演技と王道の学園ドラマが楽しい作品ですが、素性を隠した教師が問題児クラスを受け持つという設定に仲間幸恵さん44の名作ドラマ、極戦日本テレビ系を思い出す声も多く、ちょっと2番戦じという声もありましたね。 ただ、本作の数字不振は出演者や作品のクオリティ以上に、放送時間の悪さが最大の原因ともっぱらです。全道富士の緊急枠は室強、室津義48主演のうちの弁護士は手がかかる。23年10月期を第1弾に新設された枠だが、金曜ロードショー日本テレビ系の圧倒的な強さを前に、慢性的な視聴率不振となっており、 第4弾のビリスクでドラマ枠は終了となる。ビリスクでは次回予告や提供画面で金楼を露骨に意識したフレーズが毎回のように出る自虐ネタもありましたね。大人気の山田さん主演でもジュリア・ディズニーの名作映画を次々と放ってくる金楼には手も足も出ず乾杯。本当にお手上げだったんだろうなという感じですよね。どう 第3位嵐、桜井翔、42出演の笑うまとりょう TBS 系、金曜夜10時、6日終了、コア視聴率1.4%、9月6日放送の最終回、t バーお気に入り登録者数72万人。水川あさみ、41、主演の笑うまとりょうは、早見和正氏の同名小説が原作の政治サスペンスドラマ。 水川演じるジャーナリストが、桜井演じる政治家聖敬一郎や周辺の人物の隠された過去を暴くために動いていく物語である。山田さんのビリスクッと同じく、日テレの金労の裏番組ということで苦戦していた作品ですよね。また、複雑な人間関係が絡み合うストーリーのため、一話でも見落とした人や、 途中から見始めた人には楽しめない作風であることも視聴率不調に影響したところはありそうです。どうドラマや映画出演時の桜井は以前から棒読みと言われがちで笑うマトリョしかでも周りの役者がうますぎるから桜井賞の大根役者っぷりが半端ないなど演技力を疑問視する声は多かった。ただ、 本作の場合自分の意志がない操り人形という感じのキャラクターにはまっていたとする声もありましたよね。最終回ではそういった棒読みキャラのイメージを逆手に取ったどんでん返しの展開があり、手の上で踊らされていた凄みに圧倒されるばかりだったと話題になりました。視聴率はやはり勤労の影響でとても苦しかったですが、前室の制作会社関係者、